さっき電話くれた？うん、電話した。なんか用事？ねえゆうちゃん、私ゆうちゃんと別れたいよ。またそれ？だってもう我慢できないよ。今度は理由何？ゆうちゃんのお母さん怖いんだもん。は？そこ？うん、だってさ、みゆきがバイト休みなの全部知っててさ、電話がかかってくるんだよ。してさ、買い物行くから迎えに行くからとか言ってさ、みゆきの予定とか聞いてくれないんだよ。用事があるって言えばいいじゃん。言えないよ。だって怖いもん。だいたいなんで怖いわけ？俺の母ちゃんがお前になんかしたの？そういうわけじゃないんだけどさ、断れないじゃん。後でなんか言われそうで嫌。そうかな。母ちゃんお前のこと気に入ってるぞ。俺男二人兄弟だから娘ができたみたいだって。だから連れて歩きたいんじゃないかな。そういうの迷惑なんだよね。なんか断れないって分かってて言ってるみたいな。お前そんな風に思ってたの？正直がっかりだわ。別れたい理由はそれだけ？他にもあるんじゃないの？好きなやつできたとか、もう浮気したとか。だいたいさ、お前が別れたいって言ってくるの何回目か覚えてる？実際2回も別れてまた戻ったよな。だって別れたくなっちゃうんだもん。でも忘れられなくてまた戻ってきちゃうんだよね。俺はさ、お前のことが好きだから、浮気されて好きなやつができたから別れてとか言われても、お前がそう言うなら仕方ないかと思って毎回言う通りに受け入れてきたけど、同じ彼女に何回も振られる側の気持ち考えたことある？実際別れなくても少し嫌なことがあるとすぐに別れたいって言うよな。だって俺もさ、早くお前と結婚したいと思って必死に結婚資金貯めてきたけど、なんかもう疲れたわ。いいよ別れて。でももうより戻さないからな。これっきりにしてくれよ。ゆうちゃんがそんなこと言うなんて、やっぱり別れたくないよ。もう別れたいって言わないから一緒にいてよ。無理だから。俺の気持ちももう切れたわ。